ねえねえ、マリサ。前にカンブリア紀について話してくれたじゃない？ああ、あのマロカリスの解説の時に少し触れたな。それに、他にもカンブリア紀の生き物については何体か解説したよな。それで、カンブリア紀の生き物が、特徴的な見た目だったから印象に残っちゃってね。確かに、パッと見はエイリアンのようにも見えるし、印象に残りやすいかもな。だから今日はカンブリア紀の生き物を紹介してほしいなって思ったのよ。よし、じゃあ今回はカンブリア紀の生物の中でも割と最近発見された、サッコリタスという生き物を紹介していくぜ。サッコリタス？なんだか変わった名前ね。それに最近発表されたっていうのも気になるわ。その辺に関してもきちんと解説するから、最後まで聞いてくれよな。それじゃあ始めるぜ。まず、サッコリタスは2017年1月に公表された新種の生物で、今から約5億4000万年前のカンブリア紀ホルツニアン紀に生息していたとされているぜ。想像以上に独特な見た目だったわ。ちなみに、カンブリア紀が約5億4200万年前から約4億8830万年前までだとされているから、サッコリタスはカンブリア紀の中でもかなり古い時代から生息していたことがわかってるぜ。なかなかの子さんだったのね。ここで、カンブリア紀について軽く説明するぜ。解説を聞く上で知っておく必要があるものね。お願いするわ。まず、カンブリア紀では、先カンブリア時代に形成された海洋が、地球上のほぼ全てを覆い尽くしていたと言われているぜ。すごい、地球の表面のほとんどが海だったのね。そうだ。現代でも海は地球の面積の約 70% を占めていると言われているが、大昔はそのほとんどが海だったなんて現代人の私たちからすると考えられないよな。でも、大昔はそれが当たり前だったんだものね。ああ、そしてその海中では多くの生き物が誕生し、繁栄していたんだ。それだけ大きかったら当然といえば当然かもしれないわね。中でも、三葉虫などの節足動物や藻類の発達は、多く見られたようだぜ。三葉虫は化石の中でも割と有名よね。そうだ。三葉虫は特に有名な化石生物のうちの一つに数えられることもあって、化石生物界では同じ無脊椎動物であるアンモナイトと双璧をなすとも言われているんだぜ。アンモナイトは古代生物の中でも、特に有名よね。そんなアンモナイトと双璧をなすだなんて三葉虫って、思ってた以上にすごいわ。カンブリア紀についてはこんな感じだな。少しでも理解してもらえたら嬉しいぜ。ちゃんと伝わったわ。ありがとうマリサ。それじゃあ、サッコリタスの解説に戻るぜ。次にサッコリタスの大きさなんだが、約 1.3mm 程度しかなく、その化石は肉眼で見ると黒い砂粒のようにしか見えないらしいぜ。そんなに小さい化石を見つけるなんて、学者さんたちは本当にすごいわね。全くその通りだな。そして、ケンブリッジ大学の古生物学者であるモリス氏によると、サッコリタスの化石を顕微鏡で見ると、そのあまりに緻密な様子に驚嘆してしまう、ほどだというぜ。こんなに小さいのに、驚嘆だなんて、そのモリスさんって人はよっぽど驚いたのね。ここまで小さかったからこそ、驚きも大きかったのかもな。今度は、サッコリタスの外見について解説するぜ。かなり独特な見た目をしているものね。やっぱり一番の特徴はこの大きな穴ね。位置的に口に見えるけど、これは口で合ってるのかしら？正解だ、霊夢。これは霊夢の言う通り、サッコリタスの一番の特徴とも言えるな。初めて見た時に、大きな口が一番最初に目につく人もいるんじゃないかしら？サッコリタスは体に不釣り合いなほどの大きな口を持っていて、その独特な外見からネットでは、袋状のクリーチャーやエイリアンにしか見えない、という声も見られたぜ。この見た目なら、正直そう見えても不思議じゃないと思うわ。だが、卵のようなフォルムに大きな口というシンプルな見方をすれば、愛嬌があるようにも見えるぞ。いくらなんでもそんな風には見られないわよ。実際、ネット上では見慣れると愛着が湧くやよく見ると愛嬌のある見た目をしている、なんて意見もあったんだぜ。確かによく見ると、やっぱり無理だわ。あと、サッコリタスの体のあちこちに見られるこの円錐状の器官だな。後に詳しく説明するが、このフジツボのような見た目の器官はボディコーンズと呼ばれているぜ。ボディコン？ボディコンって言うとバブル時代に流行ってた、女性向けの派手めな洋服よね。ボディコンじゃなくてボディコーンだ。バブル時代の話は一切関係ないからな。ボディコーンとは一般的には、体内円錐という意味の言葉らしいぞ。伸ばし棒を忘れちゃいけないわね。ところでこの器官は一体何だったの？それについては少し後の解説の時に掘り下げていくぜ。じらしてくるわね。さて、生態などの少し専門的な話をする前に、サッコリタスの名前の由来について話そうと思うぜ。実は、サッコリタスはユーモアに溢れた名前を授かっているんだ。ユーモアな名前の由来？
へえ、どんなのか気になるわね。それに、少し難しそうな話の前に面白そうな話を挟んでくれるのはありがたいわ。まず、サッコリタスは正式名称をサッコリタスコロナリウスと言ってな。これを元の意味に直すとなかなか面白いぞ。サッコリタスが正式名称じゃなかったのね。ああ、まずサッコリタスはシワのある袋という意味の言葉に直せるんだ。体の模様はシワのようにも見えるし、これは見たままね。そうだな。大きな口も、袋の口に見立てていてわかりやすいよな。次はコロナリウスの部分ね。これはどういう意味なのかしら？これは冠を意味しているぜ。わかりにくいかもしれないが、口周りの突起を王冠に見立てているそうだ。そう聞くと見えなくもないような。とまあこんな感じで、サッコリタスは不気味な外見に反してユーモラスな名前を授かっているんだぜ。確かに名前はユーモアたっぷりね。でもやっぱり王冠なんてのは少しわかりにくい気がしたわ。まあ見え方は人それぞれだし、わからないのも仕方ないと思うぞ。わからないということは、他の人とは違った自分の見方を発見できるかもしれないってことだからな。自分はこんな風に見えた。なんて意見や感想もコメントで共有してくれると嬉しいわ。じゃあ名前の話はここら辺にして、次の説明に移るとするぜ。今度はサッコリタスの生態について話していくぜ。わかりやすくお願いね。もちろんだ。まずサッコリタスの生活だが、主に海中でも浅瀬の、堆積物の隙間などに生息し、食事の際は大きな口で、他生物の食べかすや微生物を吸い込んでいたと考えられているんだ。こんな大きな口で吸い込まれるなんて恐怖でしかないわ。微生物の気持ちになっても仕方ないと思うぞ。そして次はサッコリタスの器官についてだ。器官って言うと体の構造の話になるのかしら？そうだ。サッコリタスは目の痕跡が見つかっていないことから、目を持っていなかったと言われているんだ。サッコリタスには視力が必要なかったってことかしら？おそらくそういうことだろうな。だが、サッコリタスは薄くて柔らかい皮膚と、原始的ではあるものの筋肉構造を持っていて、体をくねらせて動き回ることが可能だったんだ。だから、感覚を頼りに生活していたと考えられているんだぜ。感覚だけでも十分生活できたのね。そしてさらに、サッコリタスには肛門がなかったことがわかっているんだ。じゃあトイレはどうしていたの？食事と同じ穴から排泄していたと考えられているな。食事と同じ穴から。とはいえ、この結論は化石に見られる強い折りたたみのせいで、暫定的なものにとどまっているそうなんだ。強い折りたたみってどんなのかしら？具体的に明言されていないが、化石が歪んでしまっているということだな。簡単に言うと、発見されるまでの保存状態が良くなかったということだ。なるほどね。じゃあその折りたたみが化石の研究の邪魔をしているから、一時的に結論を出したってことよね。そういうことだ。だから、発見に関与した科学者の中には、ただ単に、研究チームがサッコリタスの肛門に当たる器官を発見できていないだけ、という可能性を認める人もいるんだぜ。確かに、その可能性もあるかもしれないのよね。ところで霊夢、器官といえばまだ話すことがあるんだが、何か覚えているか？器官。あ、さっき少し触れたボディーコーンズのことね。そうだ。このボディーコーンズの器官としての役割についてだ。さっきは聞けなかったものね。これはどんな役割があったの？ボディーコーンズは取り込んだ海水を排水する、エラとしての役割を果たしていたと考えられていたんだ。あとはここから排泄も行われていたという説もあったな。口からは排泄してなかったっていう説ね。というか考えられていたとかあったってことは今は違うの？そうなんだよ。それについては後々説明するからよく覚えておいてほしいぜ。また、そんなにじらさないでほしいわね。悪いな。けどまとめて解説すると話が長くなってしまって、伝わりにくいと思ってな。それだったら仕方ないわね。我慢するわ。実は、さっき話したボディーコーンズが、エラのような役割を持っていたということを根拠に、サッコリタスは高甲動物である可能性が高いと言われていたんだ。そのため、サッコリタスは高甲動物の祖先であったと考えられていたんだよ。高甲動物？なんだか難しそうな言葉ね。高甲動物とは、動物を大きくグループ分けした際の分類の一つであり、高甲動物と前甲動物の2種類に分けられるんだ。動物は高甲動物か前甲動物のどっちかに分類されるのね。そうだ。そして高甲動物を簡単に説明すると、生物の発生過程で肛門の後に口が形成される動物のことだ。ちなみに前甲動物はこの逆で肛門より先に、口が先に形成される動物のことだぜ。口と肛門のどっちが先にできるかの、順番の違いってことね。ざっくり言うとそんなところだ。そして、高甲動物にはウニやヒトデといった棘皮動物や魚類、鳥類、哺乳類などの脊椎動物も含まれる。もちろん人間も脊椎動物であるため、高甲動物に分類されるぜ。
じゃあ、サッコリタスが高校動物の祖先ってことは人間の祖先もサッコリタスってこと？そうなんだが、同じ高校動物だからといって、サッコリタスが人類の直接的な祖先に当たる証拠にはならないと言われているんだ。でも、同じ分類ってことは何かしらの関係があるのよね？ああ、サッコリタスは、現在発見されている高校動物の中でも最古の種類というだけあって、現存する高校動物と強い関係があったと考えられていたんだ。私たちの祖先は口から排泄してたってこと？かなりショックだわ。おいおい、落ち込む気持ちもわかるが最後まで聞くんだぜ。私たちの祖先が口から排泄をしてただなんて、霊夢の元気がなくなってしまったな。聞いてくれ霊夢。結論から言うとサッコリタスは高校動物ではなかった可能性が高いんだ。どういうこと？さっきの会話を思い出すんだぜ。今はボディーコーンズがエラの役割を持っていたという説は今は違うと言ったはずだぜ。そうだったわね。でも何の関係があるの？これまでエラだと思われていたボディーコーンズが、エラとは関係ないということはサッコリタスにはエラがなかったということなんだ。確かにそういうことになるわね。そうなると、エラを根拠に有力視されていた。サッコリタスは高校動物であるという説は自然と否定されるんだ。それじゃあサッコリタスは私たちの祖先じゃなかったってこと？そうだ。安心したか？よかったー。でもどうしてボディーコーンズがエラじゃないってわかったの？このボディーコーンズが穴のように見えていたために、この器官は原始的なエラであると考えられていたんだが、これは穴ではなかったということがわかったんだ。私も穴だと思ったわ。というか一見、穴にしか見えないと思うけど。だが、実際にはこれは折れたトゲの根元だという可能性が示唆されたんだ。じゃあもともとサッコリタスにはトゲが生えてたってことね。そうだ。このトゲは、主に捕食者や外敵から身を守るためのものだったと考えられているぜ。なるほどね。だから、さっき話してくれた、ボディーコーンズから排泄もしてたっていう説も今は違うってことね。いい感じだぞ。元気になるにつれて鋭くなってきたな。その通りだ。ボディーコーンズから排水、排泄していたという説は、そもそも穴が塞がっていたというシンプルな理由により否定されることになったぜ。ふふ。安心したら元気が出てきたのよ。ところで、サッコリタスが高校動物じゃないってことはサッコリタスは全校動物だったってこと？ああ、このことからサッコリタスは、全校動物の中でも脱皮動物に分類されるようになったんだ。脱皮って言うと虫とかかしら？そうだ。脱皮動物には昆虫や甲殻類などが含まれるぜ。昆虫ならカブトムシとか蝶々とかね。ああ、甲殻類だとエビやカニなんかが馴染み深いよな。そのため現在ではサッコリタスは人間の祖先ではなく、昆虫や甲殻類の仲間だった可能性が高いと言われているんだ。ほっとしたわ。私たちの祖先がトイレの時に口からしていたなんて、正直信じられないもの。まあ想像はしたくないよな。しかし、今日ではサッコリタスは人類の祖先じゃなかったという可能性が高まっているが、サッコリタスは新種の生物なだけあってこれからの研究によっては、どうなるかわからないぞ。それって、どういうことなの？今後の研究結果によっては、サッコリタスが人類の祖先であったという説が一般的になる時代も来るかもしれないってことだ。なるほどね、正直それは少し不安だけど、それもそれでロマンではあるわよね。そうだな、新事実が発見されればそれも解説していきたいぜ。そうね、私も早く聞きたいわ。